十字架にかかれる前夜に、前に取りなしてくださった。弟子を前に、弟子のため、そして弟子の言葉から、発せられる言葉によってキリストを信じた者、もちろん私この連綿として続いてきたこのキリスト信仰を信じた私たちのためにイエス様は一つになんなさいって祈ってるんですよ。一つとなるためです。最初に私が今言った読んだ第一コリントの一章の十節、パウロも一つになりなさい、これは永遠の私たちのテーマじゃないんでしょうか。カトリック、プロテスタント、プロテスタントにも カリスマ派から福音派までいろんなところがあって互いに競い合っている。一つになりなさい。そして、この21節では一つとなるのは世の中がキリストを信じるためだって。だから私たちが一つになんなかったら世の中の人はキリストを信じることができないっていうことですよ。そうでしょ。私たちがいがみ合っていたなら、私たちが分裂を起こすならキリストの名前によってお願いしますってパウロがお願いしたように仲間割れすることがなく心を一つにして同じ心でいてくださいってお願いしているように私たちも一つにならなければならない。そして、23節ね、この彼らが全うされて一つとなるためですって書いてある。これタクタリスマークで下見ますとね、一致されて完成する。私たちは一つになるときにキリストの体として完成されるって書いてあるんです。だから個人個人がキリストとのその関係があったとしても隣人、同じ兄弟姉妹と一つにならなかったら完成されてないよって私は読んでますよ。そうでしょ。 JTJ この神奈川が一つとなるように、また私の私たちの JTJ 埼玉が一つとなるようにしていかなかったいけません。そして最後に、イエス様が言われたことね、心配されていたことは15章にありますね。有名なヨハネの福音書15章、とどまっていなさい、私にとどまりなさい、4節、私にとどまりなさい、そして、5節、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。8節からちょっとお読みします。あなた方が多くの実を結び私の弟子になることによって私の父は栄光を お受けになるのです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなたが私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。とどまっていること、そして一つになること、これに信仰は尽きると思います。でなかったら牧会伝道そして宣教もありえないということです。この基本ライン、私が開拓をしたときゼロです。ゼロ信徒、ゼロサポート、その中で一人でありました。しかもキリスト教会って看板は立ってたけども教会堂はないね。スナックの一室を借りて飲み屋なのか教会なのかわからないところで、どこの馬の骨かわからないこの私が、元暴力団の私がね、説教をしている。誰もケアしませんよね。そして、進学校の同級生がいました。心
ここでスナックで教会をやろう。やりました。1ヶ月、2ヶ月、誰も来ない。その友は去っていきました。私は、主よ、どうしたことですか？あなたは私と契約を結びました。ね、僕はもう礼拝の日曜日になれば、いつもこのソファに手を置き、ここはお酒を飲むところですが、あなたがここの場所を清めてください。ステージの上に立っては、ここは歌を歌うところですか？私の説教をするところです。ね、そして、カウンターにおいては、ここは交わりのする場所ですって手を置いて祈りまして、それでも来ませんでした。そしてミッションバラバの友達が来ました。たっちゃん大丈夫、やろうよ。2ヶ月が過ぎました。その友達は去りました。私はどうしようどうしようと思いました。でもとどまっていなさいって、今すぐ現れる神ではないということ、私に最善を尽くされる、私にその忍耐を学ばしていると思いました。そしてその2ヶ月後一人やってきました。そこから始まりました。今すぐに現れなくてとどまっている、忠実に神様に従うとき、神様は奇跡を起こします。スナックで教会をしている教会が今3年で15から20人の教会にいますよ。洗礼者も13人与えられました。もし2ヶ月で僕が辞めてたら、4ヶ月目に辞めてたら、6ヶ月目で辞めてたら、それはなかったんですよ。一人で6ヶ月頑張った、いや頑張ったっていうのはちょっとあれですけども、本当に主にしがみついた、そのおかげで13人洗礼をして、行くことができたんですよ。あなたがもし神様の戒めを守るなら、豊かに祝福してくださいます。お祈りします。天の父神様、あなたの尊い皆を賛美します。